以下七百六十七から百三便離陸失敗事故は、九百八十四年九月十八日に、エクアドルで発生した、航空事故である。マイアミ国際空港から、ホセホアキンデオルメイド国際空港へ向かっていた、以下七百六十七から百三便が、経由地のマリスカルスクレ国際空港からの離陸時に、墜落し、乗員四人全員と地上の四十九人の合計五十三人が、 死亡した。死者数については一部報道で食い違いがあり、60人や75人としているものもある。事故機のダグラス DC-8 から55回は、1965年に製造番号45,754、224として製造された。総飛行時間は6万7 0時間で、17,003サイクルを経験していた。 767から103便は、マイアミ国際空港からマリスカルスクレ国際空港を経由して、ホセホアキンデオルメイド国際空港へ向かう、国際貨物便だった。ECT6 時52分、767から103便は、マリスカルスクレ国際空港に着陸した。出発予定時刻である9時頃、 エクアドルのパイロット組合のメンバーがストライキについての話をパイロットと始めた。パイロットたちはストライキに応じず飛行継続を決定した。出発予定時刻の約2時間半後、第4エンジンが始動された。次にパイロットはトーイングトラクターで機体を滑走路まで牽引するよう職員に指示した。これは離陸を 少しでも早めるためだと推測されており、残り3機のエンジンは滑走路へ牽引される最中に始動された。離陸前チェックリストは適切に行われなかった。これにより昇降打が正しい設定になっていないことに、パイロットは気づかなかった。この時、昇降打は0.5度の機種上げ位置に設定されていたが、離陸時には8度の機種上げ設定が必要だった。 767から103便は滑走路35からの離陸滑走を開始したが、3120メートルの長さがある滑走路内で浮養することができず、オーバーアランした。滑走道端から48メートル地点で、機体は約80フィートほど上昇したが、昇降だが ILS アンテナに衝突した。そのまま機体は滑走路から460メートル地点の 住宅街に墜落し、25個の建物が破壊された。事故により、乗員4人全員と地上の49人が死亡し、75人が負傷した。負傷者のうち50人が病院に搬送され、数人は重傷だった。事故の翌日、レオン・フェブレス・コルデロ大統領は、事故現場を訪れた。 大統領は3日間追悼を捧げるよう国民に述べ徹底的な自己調査を行うよう命じた。当初、当局はエンジン1機が故障したために墜落したという発表を行った。調査からパイロットが昇降打の設定を誤ったことが事故原因と推定された。また、パイロットがストライキに巻き込まれフライトが遅れたため焦り、離陸準備に集中できていなかったことや、 機体重量や重心について適切な報告を受けていないにもかかわらず管制官が離陸許可を与えたことが事故の要因として挙げられた。事故後、8つの安全勧告が出された。ありがとうございます。